はい、ヒロックマンです。はい、これね、すごい可愛いですね、これね。小倉優子さんですね、写真集をちょっと見てて、はい、ツインテールしてるとこ見つけたんでね、なかなか貴重ですね。あんまり見たことないんでね。はい、まあ昔買った写真集ですけど、はい、こんな感じですごい可愛いですね。はい、やばいですよね。はい、はい、小倉優子さんの昔の写真集ですね。はい。それと、昨日僕ね、まあ、近況みたいな感じになりますけど、昨日ね、職場の健康診断に行ってきたんですけども、はい。まあ、職場の健康診断を、まあ、毎年ね、だいたい9月から8月末から9月ぐらいにいつもあるんですけども、昨日行ってきましてね、9回目でしたけどね、ちょっとまあコロナのことがあるんでね、病院混んでたら嫌だなと思ってすごく不安だったんですけども、まあ、なんとかすごく空いてましてね、30分ぐらいで終わりましたね。混んでる時だったら2時間ぐらい待たされる時あるんですけど、今回30分ぐらいで終わったんですごく良かったですね。はい。で、そのね、帰りにですけど、電気屋に寄ってきたんですね、エディオンっていうね。はい。まあこれエディオンの、まあ僕がもらってきたんですけど、はい。本田ちゃんの、はい。本田美優ちゃんかな。美優ちゃんってこれ名前ちょっと読み方よくわからないぞ。美優ちゃんでいいんだでしたっけね。はい。この子が一応このエディオンのイメージキャラクターですね。まあこれ芝居ですけど、まあ僕どっちかとこっちの方が好きですけど、はい。これはね、実はポニーテールしてるんですけど、ちょっと分かりづらいんですけどね。はい。みゆちゃんでいいのかな、これ名前。名前がちょっとよく分からない。のぞみちゃんじゃないですよね。みゆちゃんでいいんですよね。本田みゆちゃんでいいんですよね。確かね。違ったっけな。ちょっと名前の読み方よく分かってないんですよ、僕ね。実はね。まあ大好きな子ですけど。エディオンに行ってきまして、これ裏もあるんですよ、実はね。はい。はい。で、一応ね、この、本田ちゃんの、名前読み方よくわからないんで、本田ちゃんって言いますけど、本田ちゃんの写真をね、ぜひ撮ってきてくれというふうに、昨日ね、その YouTube のユーザーの方に言われて、まあ僕と同じようにロリコンの方でして、でまあ僕もね、みゆちゃん大好きなんで、みゆちゃんっていいのかな、まあ本田ちゃん大好きなんでね、写真撮らせてもらって、で、さらにこのポスターも、ポスターじゃないな、これ、パンフレットですね、もらってきました。はい。で、まあ、写真も撮って、もうすでに SNS の方には投稿してますけど、はい。まあ、喜びのね、コメントいただきましてありがとうございました。はい。はい。まあ、本当すごい可愛いと思います。もう個人的にもすごくね。はい。まあ、一応、その方にも、このパンフレットをお見せするために、一応、今回こう、動画でも映しておきますね。はい。はい。今、まあ、余談はそんなところにしておきまして、まあ、エディオンに行ってきたのは、実はね、僕ね、ドコモのポイントが3万ポイント以上溜まってまして、はい、3万5000ポイントぐらい溜まってたんですけども、それで、まあ、ドコモのポイントってお金として使えますんで、僕ね、まあ、電気屋さんで、例えばね、ドコモポイントがね、使えるお店をね、まあ、ネットで検索したところね、エディオンが電気屋の中で、一応ね、ドコモポイントが使用できるということで、じゃあね、ちょっと見に行って、で、もしですけど、PS3 の本体が新品で、まあ、多分3万ぐらいで売ってると思うんですけど、売ってたらね、それで買おうかと思ったんですよね、ポイントでね。で、行ったんですけど、PS3 は売ってなくてですね、まあ、ゲーム機そのものが売ってなかったんですよね。ゲーム機自体売ってなくて、ゲームソフトしか売ってなかったんですよ、エディオンはね。ニンテンドースイッチと PS4 と 3DS のゲームソフトしか売ってなかったんですね。残念ながらね。ゲーム機そのものもなかったんで、だからまあしょうがないなってことで、じゃあ3万ポイントをね、何に使うかということになりまして、じっくり見まして、それで、今回ね、買ったものをね、ちょっと紹介したいと思いますね。ドコモのポイントだけで、28,000円分の買い物をしました。28,000円もね、無料で言うたら買えるっていう、すごい贅沢というか、なんかありがたいことですけども。はい。それをね、これですね、まずね。はい。マイクロ SD カード、64GB ですね。はい。
これ何のために、これね、何本ぐらいしたかな、3000円ぐらいだったと思いますけど、はい、これね、これまあね、今音楽聴いてますけど、ゲームミュージックのね、はい、今タブレット端末でいつもね、SD カード、32ギガの SD カードにね、ゲームミュージックの音源をたくさん入れてですね、いつもこうやってシャッフルで流してるんですけど、とうとう32ギガにも、2ギガでもね、ゲームミュージックの音源入れるのにね、容量が足りなくなってきましてね、それでちょっとそろそろ SD カード買いたいなってちょうど思ってた時だったんで、で、もうその倍の 64GB にしました。はい。32ギガあってもね、足りなくなる、容量足りなくなるぐらい僕ゲームミュージックをいっぱい知ってますから、いっぱい音源持ってますから、はい。自分で録音したのがほとんどですけどね、はい。昔、小学校の時や中学校の時とかね、高校の時にね、自分が持ってるゲームの好きな音楽、知ってる音楽をすべて、MD ミニディスクとかね、カセットテープにね、ダビングして、その音源を未だに持ってると。あとね、昔ね、無料の、ガラケーの携帯使ってる時にですね、なんかゲーム、何やったかな、ゲーム音楽館っていうサイトがありまして、その、ガラケーの携帯で検索できるサイトがありまして、それでね、みんながね、ゲームミュージックを投稿してんですよ、無料で。それ無料でダウンロードできたんですよね。その音源も大量にダウンロードしたりして、そういう音源とかもいっぱい持ってるので、はい。で、まあ、あと、まあ、ネットからね、ネットの動画とかから録音したね、音源とかいろいろありますけど、そういう音源全部ね、もう大量にありますんで、それをいつもね、こういう感じでかけて、一応ね、実況を撮るんですけど、そのためのまあ、64GB ないともう足りなくなってきましてね、32GB じゃ足りなくなってたんで、倍の 64GB 買ってきました。まあ、これにたっぷりゲームミュージック入れて、またね、これから実況もやっていきたいなと思います。はい。これで3000円ですからね。まあ、それでも安い方なんですよね。まあ、それサービス値段なんです、これでもね。はい。で、これね、128GB の SD カード、マイクロ SD カードです。これ約、5000円ぐらいしたかなと思いますけどね。はい。これは何のために買ったかと言いますと、これは J-POP 用ですね。はい。J-POP はね、僕ね、もうさらにゲームミュージックよりもさらに音源たくさん僕所有してますんで、まあ、この間ね、CD コレクションお見せしましたけどね。はい。ああいう感じでたくさんの音源持ってるので、まあ、自分が好きな曲とかね、知ってる曲すべて SD カードに詰めて、まあ、いつもね、あれですよ、車の中でね、歌とか聴いたりしてるんで、いや、まあ、自分の部屋でもね、歌聴いたりしてるんですけど、J-POP はね。で、もうね、64GB の SD カードにね、今まで入れてね、J-POP 入れて聴いてたんですけど、足りなくなってきまして、その倍の 128GB 買ってきました。これだったらもうね、もう何万曲って入りますからね、J-POP でもね。はい。2万曲、3万曲、2万曲ぐらい僕の今 64GB の SD カードに入ってますけど、それでも足りなくなってきたんで、128GB だったらまあ3万曲か4万曲ぐらい入ると思いますけどね。もう僕は知ってる曲が全部入っちゃうみたいな感じだと思いますね。そのために買いました。これ5000円ですけど、割と高いんですけど。それでもサービス値段なんで、はい。エディオンのね。はい。そんな感じです。はい。それとこれですね。これはね、高かったですけど、1万円ぐらいしました。はい。バッファローの、まああれですね、PC 専用、まあ Mac でも使えるやつなんですけど、はい。PC 専用のこれ、ブルーレイレコーダーですね。はい。僕ね、ブルーレイがね、なんか、見れるね、機器っていうのは、PS3 しか持ってないんで、まあ、ちゃんとしたブルーレイ機器持ってなかったんで、まあ、良かったです、これ書いて。はい。まあ、PS3 はちょっとね、まあ、ブルーレイ見れる時と見れない時がありまして、ディスクによってね、ちょっとガタが来てるもんで、本当は PS3 買い替えたいなと思ってたんですけど、まあ、それ買えなかったもんですから、はい。まあ、ブルーレイのために、まあね、PS3 ね、買おうっていう気持ちもあったんですけど、まあ PS3 のソフト今年ね、たくさん買ったっていうのもあって、PS3 が買えたらなと思ったんですけどね、なかったんで、まあそうやったらまあしょうがないなってことで、ブルーレイの、これね、PC 用ブルーレイレコーダー買いましたね。はい。これしかもすごいのが残せるんですよ。保存できるんですよ。例えば、まあ、ブルーレイだけじゃなくて、もちろん CD やね、DVD もね、対応してるんですけども、
このディスクをね、入れた、まあ、DVD なり CD なり、ね、入れたらですね、それ PC にそのね、データをね、音源とか映像をね、残すことができると、保存できるというね、すごいいい、あれですね、いいやつですね。いいやつというか、ここに書いてますよ。本製品は、ブルーレイ、DVD、CD のデータを読み込みと保存のみ可能ですって書いてますから、だから、まあ言うたら PC に保存することができるんですよね。その映像とかね、音源とかをね。これ画期的ですね、すごくね。はい、まあ僕は今持ってる PC でね、その DVD とか CD がね、再生できるものは再生するだけなんでね、保存できないですからね。これ保存できるタイプということでね。まあ1万円ちょっと高いけども、まあ、それだったらでもいいかなと思って買いました、これ。はい。いいですね、これね。これはいいなぁと思いますよ。はい。はい。で、それと、これも買いました。はい。これも1万円ぐらいしましたけど、4TB。はい。これはまあ、外付けハードディスクですね。PC 用のね。はい。もう通算何代目なるかな ?14 代目?ちゃうわ。15代目か。15代目の外付けハードディスクになりますね。はい。いや僕の部屋にあとさらに14台ね、外付けハードディスク置いてありますけど、いろんなものをね、映像とか写真とかね、音源、音楽の音源とか、いろんなものを保存してますけど、もう大量にね、保存してるんですけどもね、それも、ま、とうとう14台ま、15台目まで来ちゃいましたね。はい。まあ、4TB もあればね、だいぶ持ちますから、2年ぐらい持つかなと思いますね。はい。もうほんとね、特に動画の保存が多いのでね、僕の場合ね。今まで、実況プレイの動画とかも全部、ハードディスクの中に保存してますんでね。はい、写真とか、今まで撮った写真とかもそうですし、まあ、あと、ゲームのエミュレーターデータとかも全部、外付けハードディスクに保存してますんで。しかも二重保存してますからね。二つのハードディスクに重複して保存させてるんで、はい、最低でもね。そうしないとね、外付けハードディスクもいつ壊れるか分かりませんので、はい。壊れた時のための保険として、今、重複させて保存させてますね。全部の全てのデータね。だからどうしても、ね、個数が多くなってしまうというかね。はい。まあ、そんな感じです。はい。はい。こんな感じですね。これちょっと開けてみたいと思います。はい。ブルーレイの。レコーダー、どんな感じなのか。まあ、今回はちょっとまあゲームソフト紹介というよりも半分近況の動画ですね。はい、近況動画って感じです。僕本当はこのウェハース、これね、食べるところもね、味見するところもね、一応、味見してね、リポートするのもね、いいかなと思ったんですけど、ちょっと手が汚いんで、今食べるとね、あんまり良くないなと思ったから、今回やりません。はい。はい。食レポしようかと思ったんですけど、ちょっとね、怖いんで、もう、やっぱりね、上田も、長野県上田市も増えてきてるんでね、コロナが。そこはまあ、注意深くいきますね。はい。開けにくいな、これ。長野県でね、上田市が一番多いですからね、コロナ感染者ね。75人いってますからね。これ、どうやって開けんの、これ。お!よいしょ、やった。これ、タダでね、手に入れたね、もんですからね。ドコモのね、ポイントで。はい、ああ、こんな感じなんや。すごいですね。で、これ、USB ポートで、ね、これしかも Mac 対応されてますから。で、DVD とブルーレイが使えるというね。いいですね、これは、二つついてますね。USB が、はい。すごいな、これ。なんか、ディスクはついてるね。はい。
何のディスクなのかちょっとよくわかんないけども、はい。あと、この下は何も入ってないですね。はい。これだけですね。で、説明書みたいなのがついてて。あと、これですね。いや、これすごいなぁ。これは使うのが楽しみですね。残せますからね。DVD とか、ブルーレイのね、映像を PC の中に保存することができますから。画期的です。例えば、レンタルで借りたら、それもね、借りたものを保存できるわけですよ。レンタルするのも楽しみになりますね。インストールできるっていうのがいいですね。あら、これ反対に入れてるのかな。ちょっと反対だったよね。ちょっとさっきから知らない音楽がかかってる。あ、メタファイトか。メタファイトは最初の頃の曲しか知らないんですよ。今度これ開けてみたいと思います。はい、これもまあ、外付けハードディスクですけどね。はい。まあまあ、これ開けたところで別にね、どうってこともないんですけどね。まあ一応ネタとしてね。はい、まあ、1万円は安いですよね、4ギガでね。だいぶ安いと思いますよ。はい、ああ、こうなってるんだ。これ落としたらまずいですからね。落としたら壊れやすいですからね。こういう外付けハードディスクっていうのはね。説明書がついてて、これが外付けハードディスクですね。はい、15代目です。はい。こんな感じです。これはコードかな？コードだと思います。はい、コードですね。はい。これコード。はい、でこれがアダプターですね。はい、まあまあ。はい。これでまたさらにね、そのブルーレイレコーダーでね、取り込んだね、DVD とかブルーレイディスクのね、その映像とかをね、さらにここに保存することができるわけですよね。ただ注意しないといけないのは、その映像を YouTube とかにほどね、アップしちゃいけないですからね。そうなると、あれですから、違法になりますから、ね。それだけは気をつけないといけないです、ね。これに、あれですよ、もう。格闘ゲームのね、女性キャラの、断末魔の叫び声が入ってたやつですね。ちょっと飛ばしました。はい。まあ今ここで手洗うところがないのでね、本当ならこれね、食レポしたいなとは思うんですけど、ちょっとね、手が汚いのでちょっといろんなもの触ってますから、ちょっとできないですね、やっぱりね。やりたいですけどね。で、これね、SD カードですね。これはまあ、ちょっとまあ、今は開けないでおきますけど。はい。はい。こんな感じです。まあ、緊急って感じで今回は動画撮らせていただきましたけどね。はい。まあね。いやー、まあとりあえず健康診断が終わってすっきりしてますね。まあとりあえず8月31日まですっきりね、ちょっと気持ちがちょっと落ち着かないなっていうのがあったんですけど、9月からあとはね、特にそういうイベント的なものは何もないんで、イベントっていうかまあ出かける用事がもうあとはないんでね。はい。あとはまあね、いつもの通りに仕事行って、仕事から帰ればまあ適当に実況を撮ったり、ね、SNS 投稿してみたいな毎日の生活が始まると思います。はい。コロナに感染しないように気をつけながらね、生活していきたいと思います。もうだいぶ長野県上田市の方も増えてきましたんで、はい。で、僕の住んでる長浜町というね、市町村の方も一人ね、感染者出てますから、ほんと気をつけなきゃいけないと思います。で、僕は上田市で仕事ね、ドラッグストア勤めてるので、かなりね、慎重にやらないと僕も感染する可能性ありますし、
あとお店自体がね、従業員が感染してもまずいんですけど、お店しばらく閉めなきゃいけなくなりますからね。もうそれはちょっとね、やばいっすね、そうなってくるとね。はい。はい。じゃあ今回はこれで終わりにさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。